ジャズマンシリーズの作品をご紹介します。これの作品の題名は、ストリートミュージシャン。ニューオーリンズに行った時にですね、まあ、結構路上パフォーマーっていうか路上でこういうあのジャズを演奏してるそういう人がいるわけですね。でその演奏の感じとそれからニューオーリンズの建物の雰囲気、まあ、こういったものを頭の中に入れてで、まあ、回復したら作ったものです。で、まあ、イメージとしてはあのちょっとこう和製の雰囲気っていうんですかね、まあ、そういうのも入れて、まあ、私の半分はイメージが入ってるんですけど、まあ、こんな感じで少し古き良き時代というふうな感じも出したなというふうにして作っています。でやっぱり、モデルになってるのは私の中でモデルになってるのはソニー・ロリンズがモデルになって、そしてこの壁の前で演奏していると、まあ、そういったシーンを作ったものです。